突然現れた謎の一団、どうやら俺を空の旅にご招待してくれるらしい。あれ、これ何、手錠。おいおい、ちょっと待ってくれよ。俺が軍の施設からの脱走者だって。最初は面白半分だったが、もう我慢の限界だ。こんな退屈な場所はさっさとおさらばしてやるぜ。俺はソニック、ソニックでヘッジホッグ。まったくしつこい奴らだぜ。一体俺を誰と間違えてるんだ。一日中鬼ごっこをやらかしただけじゃ飽き足らず、今度はでかいロボットまで持ち出しきやがった。奴らは俺を一でも捕まえる気だし。ふん、やれるもんならやってみやがれ。3分でスクラップにしてやるぜ。俺はナックルズ・ザ・エキルナ。ナックルズと呼んでくれ。あろうことか、エンジェルアイランドからマスターエメラルドを盗まれちまった。盗んだのはいけすかないチャラチャラしたコウモリ女だ。だが俺がそのコウモリ女を捕まえようとした瞬間、エッグマンのやつが現れて、マスターエメラルドを横取りしようとしやがった。危機一髪、俺はマスターエメラルドを打ち砕いて難を逃れたが、破片は方々に飛び散ってしまった。あのコウモリ女も破片を追いかけていってしまった。一刻も早く破片を集めて元の状態に戻さなければ。僕の名前はマイルス・パウアー。でもみんなは僕をテイルスって呼ぶんだ。ある日サテライトテレビを見ていたら、とんでもないニュースが舞い込んできた。僕の憧れのソニックが何か悪いことをして捕まったって言うんだ。そんなこと絶対あるもんか。新型トルネードに乗り込み、すぐさまソニックのいるプリズンアイランドに向かった僕だけど、なんとそこには宿敵エッグマンの姿が。しかも友達のエミーが襲われてる。大変だ。よーし、こうなったら新型トルネードの威力見せてやるぞ。トルネードモードチェンジ。僕の名前はマイルス・パウアー。でもみんなは僕をテイルスって呼ぶんだ。エッグマンから無事エミーを助け出した僕。エミーが言うには、エッグマンはまた何か悪いことを企んでいるらしい。エッグマンのことも気になるけど、まずはソニックを助けなくっちゃ。え、エミーやっぱりついてくるの。どうでもいいけど邪魔しないでよ。俺はソニック、ソニックでヘッジホッグ。まったくエミーのやつ、なんだってこんなところまで追いかけてくるんだ。まあそんなことより今はあいつだ。俺とそっくりな姿をしたハリネズミ、シャドウがこの島に来ているらしい。そうと分かれば長いは無用。軍の奴らに一泡吹かせて脱獄してやる。あれ、ということはやっぱり俺脱走者ってこと。俺はソニック、ソニックでヘッジホッグ。軍の施設から無事脱出した俺、そしてついにあいつを発見した、シャドウ。今度こそ逃がしゃしないぜ。俺はソニック、ソニックでヘッジホッグ。あと一歩でシャドウとの蹴りがつきそうだったが、そうも言っていられなくなった。へい、こうなりゃ島から脱出する方が先だ。エミーやテイルスたちにも知らせないと。俺はナックルズ・ザ・エキルナ。ナックルズと呼んでくれ。かすかに感じるマスターエメラルドの気配を頼りに、俺は偏僻な山奥にやってきた。なんかいかにも怪しい雰囲気だが、おじけづいてはいられない。早くマスターエメラルドのかけらを集めなければ。僕の名前はマイルス・パウアー。でもみんなは僕をテイルスって呼ぶんだ。突如全世界に対して行われたエッグマンの世界征服宣言。月を半分にしちゃうほどのすごい兵器で僕たちを支配しようと企んでるんだ。そんなの絶対許せないぞ。エッグマンはどうやらカオスエメラルドを使ってあの兵器を動かしてるらしい。よし、それならこっちだって。カオスエメラルドを使ってエッグマンたちの居場所を見つけてやる。まずは安全な場所まで移動しなきゃ。
俺はナックルズ在機ブナ、ナックルズと呼んでくれ。マスターエメラルドの気配を追って俺は山の中へと進んでいった。どうやらここは昔炭鉱だったらしい。しかも半分水に沈んでいやがる。ちょいと探すのに骨が折れそうだが、愚痴ってばかりもいられない。早くマスターエメラルドのかけらを集めなければ。僕の名前はマイルス・パワー。でもみんなは僕をテイルスと呼ぶんだ。カオスエメラルドの反応を頼りにエッグマンの居場所を探してたんだけど、どうやらエッグマンたちは宇宙にいるってことが分かったんだ。こうなったら何としてでもエッグマンの居場所を突き止めてやる。エミ、心配しないで。僕こう見えてもメカの運転には自信あるんだ。きっと大統領を見つけてみせるよ。僕の名前はマイルス・パウアー。でもみんなは僕をテイルスって呼ぶんだ。大統領の車に乗り込んで無事エッグマンの居場所を突き止めた僕たち。エッグマンたちはアークっていうスペースコロニーにいるらしい。次なる目的地は砂漠のピラミッドにあるっていうエッグマンの秘密基地。よーし、まずは僕が行って入り口を探し出してやるぞ。俺はソニック、ソニックザ・ヘッジホッグ。エッグマンの秘密基地を探るためピラミッドの中に侵入した俺たち。宇宙へ出るための手段がきっと何かあるはずだ。やつことしちゃいられない。 Let's move it。 俺はナックルズ・ザ・イクルナ、ナックルズと呼んでくれ。果たしてピラミッドの奥にエッグマンの秘密基地が見つかった。だがこの扉の向こうへ行くためには何かの鍵が必要らしいんだよね。俺がその鍵を探せば。まったくやれやれだぜ。だがこれも全てはマスターエメラルドのためだ。世界一のトレジャーハンターの腕前見せてやるぜ。俺はナックルズ・ザ・イキズナ、ナックルズと呼んでくれ。扉の鍵も俺様にかかればなんてことはない。さあこれで秘密基地の内部に突入だ。なんだこれ、お化け。まさかこのピラミッドの門番ってわけか。話して分かりそうな相手じゃないな。悪いが腕ずくでも先に行かせてもらうぜ。俺はソニック、ソニックザ・ヘッジホッグ。ナックオウスの努力の甲斐あって秘密基地の扉がついに開いた。しかしそこに現れたのは巨大なロボットを引き連れたエッグマン本人だ。エッグマンのやつね、俺たちを待ち伏せしてやがったのか。そんなガラクタで俺を止めようったってそうはいかないぜ。僕の名前はマイルス・パウアー。でもみんなは僕をテイルスって呼ぶんだ。エッグマンの基地からスペースシャトルを盗み出した僕たちはついにスペースコロニーアークへとたどり着いた。僕は偽物の爆弾エメラルドを使ってあの兵器を爆発する作戦を考えついたんだけど、ソニックちゃんと分かってくれたかな。おっと、僕もコロニーの電源を壊しに行かなきゃ。俺はナックルズ・ザ・イキルナ、ナックルズと呼んでくれ。せっかく集めたかけらがスペースシャトルからこぼれちまった。まったくマスターエメラルドの重りも楽じゃないぜ。まだ散らばらないうちになんとか集めなきゃな。俺はナックルズ・ザ・イキルナ、ナックルズと呼んでくれ。かけら半分を集めた俺の前にとうとうあのコウモリ女が現れやがった。残りの半分はこいつが持っていて違いない。問答無用、こうなりゃ女だろうと手加減なしだ。残りのマスターエメラルド返してもらうぜ。俺はソニック、ソニックザ・ヘッジホッグ。順調だった俺たちの作戦に危機が訪れた。どうやらエミーがエッグマンに捕まってしまったらしい。エミーを返してほしければエメラルドを持ってこいってわけだ。エッグマンが予告した次の発射まで残り時間もあとわずか。
イルス、エミ、待ってるよ。僕の名前はマイルス・パウアー。でもみんなは僕をテイルスって呼ぶんだ。エクマンのずるい罠にかかり宇宙に飛ばされてしまったソニック。嘘だ、あのソニックが死んじゃうなんて。そんなことあるはずないよ。許さないぞエクマン。僕は絶対逃げたりしない。お前を必ずやっつけてやる。俺はソニック、ソニック・ザ・ヘッジホッグ。一か八かのカオスコントロールに成功し、エッグマンの罠からなんとか脱出した俺。あの兵器の発射まで残り時間はあとわずか。こうなったらこの爆弾エメラルドを発射寸前、方向に放り込んでやる。俺はソニック、ソニック・ザ・ヘッジホッグ。1分1秒争う俺の前に再び奴が現れた。どうやらシャドウと真の決着をつける時が来たようだ。シャドウ、究極生命体の力見せてもらおうじゃないか。難解のことを軍の基地から祖父の研究を盗み出すエッグマン。軍の最高機密兵器シャドウ封印された頃に7つのカオスエメラルド、全ての鍵が揃った時、世界征服の野望はついに叶えた。スニックアドベンチャー2ダークホールドストーリー。エッグマン帝国よ、永遠なれ。